クレオール風、ブレッドプディングのバニラウイスキーソースがけ。ブレッドプディングとは、パンを使って作る菓子の一種である。日本では、パンプディング、パンプリンとも呼ばれる。ブレッドプディングには、厳密に決まったレシピがあるわけではなく、作り方は様々である。ただし、通常は、やや古くなって、硬くなった残り物の,のパンを菓子に再生するという、形で作られる。硬くなった、 パン以外の必須の材料としては、鶏卵が揚げられる。このほか、適量の牛乳、または水が使われる。さらに甘味料として、砂糖、または液糖が使用される。メープルシロップの産地として、有名なカナダでは、甘味料としてメープルシロップが使用される場合もあるなど、使用する甘味料に地域性が出る場合がある。また、組み合わせは決まっていないものの、 通常香辛料が使用されることもあり、シナモン、ナツメグ、メース、バニラビーンズなどが使われる。この他、必須ではないものの、ドライフルーツや動物性油脂を加える場合もある。記述のように、ブレッドプディングには厳密に決まったレシピがあるわけではなく、作り方は様々である。したがって、あくまで作り方の例に過ぎないものの、ブレッドプディングが どのようなものかイメージをつかんでいただくために参考までに載せておく。固くなってしまったフランスパンをだいたい1センチメートル幅くらいで輪切りにする。底の広い鍋に水、黒砂糖、シナモンを入れて10分程度煮る。卵白をボウルに入れて十分に泡立ててメレンゲを作る。そして切ったパンをメレンゲに絡ませる。メレンゲに絡めたパンを そこの広い鍋に作ったシナモン風味のシロップの中に投入して煮る。この時、パン全体にシロップが絡むように留意しながらパンが柔らかくなるまで煮る。なお、焦げつかないように注意すること。パンが柔らかくなったら深めの皿に乗せ、さらに鍋の中に残っている甘い煮汁を適量かける。なお、このタイプのブレッドプディングは非常に柔らかいのでスプーンを使って食べる。 もし、ブレッドプディングを作るために、適切な程度に焼いてから火が立って、硬くなったパンが手元にない場合は、パンをメレンゲに絡める前にカリカリになるまで焼くという方法もある。ブレッドプディングの食べ方は、そのまま食べられることもあるものの、さらにソースをかける場合もある。ブレッドプディングにかけるソースとしては、単純なカラメルソース以外に、香り付け用に、ウイスキーや、 ラムも使用した甘いソースなどが使われたりもする。さらに、マレーシアではカスタードをソースとしてかけて食べたり、香港ではバニラを香り付けに使ったクリームをかけてから食べたりと食べ方も地域によって違ってくる。また、ハンガリーのマーヤラカーシュというブレッドプディングは泡立てた卵白をかけて焼いてから食べる。ブレッドプディングはヨーロッパでは主に西ヨーロッパ、アメリカ大陸では ラテンアメリカ、カナダ、アメリカ合衆国の中では、クレオール人の州という異名を持つルイジアナ州を、はじめとするアメリカ合衆国南部の州などで、比較的有名な菓子である。なお、メキシコとアメリカ合衆国のニューメキシコ州では、ブレッドプディングにルイジのカピロターダがよく知られており、主に四巡説の期間中に食べられる。ありがとうございます。